痩せるヨーグルトの作り方をお伝えしていきます。この動画をご覧いただきますと、あっという間に痩せるヨーグルトを作ることができるんです。そのための材料、そして作り方、食べ方をお伝えしていきます。また私が実演で材料と一緒にですねお伝えしてまいりますので、ぜひ最後までご覧くださいね。では本題に入ってまいりましょう。まずこの痩せるヨーグルトの痩せる理由をお伝えしていきます。ポイントです。温めることなんです。ヨーグルトをですね温めて召し上がっていただくだけでいいんです。その理由です。1つ目、まずヨーグルトってやっぱ冷たいまま召し上がる方多いと思うんですけれども、冷たいままですとそのあなたの腸内環境にすごくこう負担をかけてしまうんですね。動きが悪くなってしまって、結果そのデブ菌と呼ばれる悪玉菌がまあ優勢になってはいけないわけです。またその乳製品ですから、そもそも消化にも負担がかかる食べ物ですので、そこをクリアするために温めて食べればいいんですよということなんですね。そしてその温めるポイントなんですけれども、乳酸菌は40度程度でしたらまだ大丈夫、元気に、生きているわけなんですが、60度以上を超えてしまう加熱だと乳酸菌はやはりですね死滅してしまうんですね。ただここがポイントなんです。たとえ死滅してしまったとしても、その死滅した乳酸菌自体が腸内細菌の餌になってくれるから決して無駄ではないですよ。そして3つ目、セロトニンというか痩せホルモンですね、がその腸内に約 95% 占めているわけですから、やはりあなたの腸内環境が整えば痩せ菌と呼ばれる善玉菌が増えて元気になって、あなたは痩せ体質へと変わることができるんです。ではその食べる目安です。2つ目、毎日 100g 程度で抑えましょう。痩せるといってもですね、食べ過ぎてしまっては NG ですよね。目安は毎日 100g まで。そして3つ目、食べるタイミングなんですけれども、乳酸菌は胃酸に弱い食べ物なので、できればその食事の直前、一番にお口に運ぶよりもいろんなものを召し上がった後の、デザート感覚で召し上がるのが良いです。で4つ目、他の発酵食品とバランスよく食べてくださいねっていうことですね。なぜかと言いますと、その痩せ菌と呼ばれる善玉菌はですね、発酵食品に多く含まれているんです。ですから今回お伝えするこのヨーグルトにももちろんたくさん入っている。ただしばっか食べって良くないですね。善玉菌はいろんなたくさんの種類が腸にあった方が良いんです。その菌ばっかりっていうよりは、やはりさまざまな善玉菌が入っている発酵食品を取るのが一番ですから、ヨーグルトばっかりではなくて、例えばお味噌汁であったり、納豆、ぬか漬け、キムチなどですよね、こういったものをやはりバランスよく取ることがあなたが健康的で痩せるための近道になるわけなんです。さあではいよいよその温めて食べる痩せるヨーグルト、ホットヨーグルトの材料と作り方と食べ方をお伝えしていきますね。ではまず材料です。このようなプレーンヨーグルトを 100g です。私測っていきますね、後からね。そして耐熱容器準備してください。そしてここから実演していきますね。ちょっと測り器に置きますね。私もヨーグルトを毎日美味しくいただいています。でこういったの動物性のヨーグルトも食べることもありますし、また別動画で豆乳ヨーグルトの作り方ということで、こちらもですね痩せヨーグルトの、アレンジバージョンになるんですけれども、この豆乳ヨーグルトも美味しいです。でもしご興味おありな方は、こちら詳細欄にその豆乳ヨーグルトの作り方も貼っておきますので、そちらもチェックしてみてくださいね。そしてそうですね、あとは私は、よくファスティングのお話もさせていただくんですけれども、ファスティング中はやはりこの動物性のものは食べれないんですね。
なので準備食の時は、やはり私は豆乳ヨーグルトをね食べるんですけれども、このファスティングご興味おありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼ってますので、そちらご登録を直接ご相談してくださいね。じゃあまずこちらヨーグルトを加えていきます。こちらのヨーグルトはですね、1パックで400g 入っていますから、 100g ということはお一人で召し上がるんでしたら、まあ、4日分あるわけですよね。4分の1使うわけです。なので、まあ、大体目安でねいいと思うんですね。毎回こんな 100g ね測って食べるって大変じゃないですか。なので例えばあなたのお気に入りの耐熱容器があったら、1回まあこれぐらいが 100g なんだなっていう、その1回量を測って、その容器にまあどれぐらいの目盛りまで来るのかなってことでもいいと思うんですね。100g どれぐらいかな、これぐらい、ちょっと見てみてくださいね。私の手のひらにこう乗るぐらいの可愛いカップで結構いっぱい入ってますね。これぐらいが目安です。見えますか、これが 100g ですよ。そしてこれにラップをかけずに、作り方に入ります。600ワットの電子レンジでしたら約30秒間このまま加熱してください。そして取り出したらもう完成です。もうとっても簡単なんです。もうとにかく温めるだけで OK なんです。プラス例えばそのちょっとプレーンヨーグルト苦手だなですとか、まあ、さらにその痩せ菌と呼ばれる腸内環境ですねを整える、その善玉菌を増やすためのアレンジメニューをここでプラスアルファご紹介していきたいと思います。私もこの組み合わせ大好きなんですね。もうハマってまして、もうほぼ毎日食べております。もうデザート感覚なんですよね。ではそれは何かと言いますと、こちらです。使う材料がヨーグルトプラスアルファになってまいります。見えますか、先ほど作ったそのホットヨーグルトがありましたね。電子レンジで600ワット30秒した後のこのヨーグルトが出来上がりました。そこにプラスきな粉を、こちらきな粉見えますか、きな粉、こちらはですねすごく粒子の細かい強きな粉さんが、小さじ、これ小さじですね、小さじ2、そしてココアパウダーを使います。でこのココアパウダーも無添加です。もうピュアココアと呼ばれるこういったココアだけ、砂糖とかいろんなものが入ってないものですね。こちらが小さじの3分の1入れてください。そして甘みが欲しいなっていう方は蜂蜜です。蜂蜜を小さじ1杯入れてください。ちょっと入れていきますね。これ美味しいですよ。でこれはですね、おすすめが、まあ、作りながら お話しますけれど、きな粉はやっぱりタンパク質ですね。大豆製品ですからタンパク質が豊富ですし、しかも食物繊維もねあるんですよ。食物繊維、食物繊維が豊富、そしてやっぱり大豆イソフラボも取れますから、女性にとってはもう本当に嬉しい食材になりますよね。じゃあ入れていきます。じゃあ先ほどのホットヨーグルトにこのきな粉を小さじ2杯です。小さじ2杯入れていきます。もうね、後で混ぜていただきますから、もうパラパラっとね、もうそんなにこだわらずパパパッと入れてしまいます、うん、そして次にココアパウダーですね。でこれは純ココアと呼ばれるものですよね。こちらのパックがこんな感じで見えますか、こんな感じね、これです。これはまあ小さじ1/3。でこちらはですね、やっぱりね、不溶性の食物繊維が豊富なんですよ、ココアって。いいですよね、やっぱポリフェノールもね、入ってますし、これもまあお好みでいいんですけれども、あんまり入れすぎると苦いので、まあ、これくらい、3分の1。これもパラパラっとかけちゃいます。私も簡単なレシピ大好きなので、もうとにかく忙しい朝とかですね、もうパパパッと入れちゃいます。そして、蜂蜜が小さじ1ですね。小さじ1杯、これもお好みでいいと思います。甘さが必要な方は入れてもいいですし、必要ない方はもう別にこのきな粉の甘みで結構蜂蜜入れなくてもね美味しいんですよ。こう優しい甘みがあって、私は蜂蜜がなくっても美味しく
食べれます。でも蜂蜜入れるとさらにこうなんかデザートっぽくなって、こう和風ヨーグルトみたいな感じですよね。きな粉が入りますから、そこにココアが入ったらまたね、これ美味しいですよ。さあできました。はい、じゃん、こんな感じ で、あとはやっぱりしっかりね、食べる時にはよくかき混ぜて食べてくださいね。はい、以上が、この痩せるヨーグルトのお話をさせていただきました。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようにさまざまな健康法、腸活法をお伝えしていくことで、女性の方が健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。